土井、総三または、元気三年は、戦国時代の武将。土佐一条氏の筆頭画廊。通称は、大見守る家忠。旧姓は一条家忠。中村城、玉松城の隣、今木城,城主。土佐今木氏の祖。子息は土安防主かつ。後の今木伊豆守通り京で、旧西戸佐村の北の川城城主。土佐一条氏の筆頭画廊で。 内政、外交を取り仕切る、自由権利の名称であった。一条氏に守護神、土井、総参ありと言われ、総参がいれば、一条氏には手を出せないと他国にも聞こえるほどであった。伊予国の名称で、西恩寺十五章の伊予大森城主、土井清良とは義兄弟。清良の姉を見染めて、伊予土井氏へ、養子に入ったとされている。総参は、 土佐一条氏初代当主関白一条共謀の子息で、二代目、当主一条謀家の実定。それゆえに、筆頭画廊の地位を得たと伝わる。長我壁元地下の信仰にあって弱体化してゆく主家を、必死に支えたが、主君、五代目当主一条、金貞の手によって処刑された。土佐物語には、金貞の素行について還元したところを逆に、上位打ちにされたと伝わり、 一方、四国軍機には、総参がたびたび、元親からの調略を受けており、またそのことを、元親側が、あえて流布したため、疑心暗鬼となった金貞により中殺されたと伝わる。一説には、金貞の名を語る長我壁氏側の何者かにより、暗殺されたと伝わる。この大事件の背景には、平田村、現、高知県宿毛市平田町の絶世の美女と伝わる。 おゆきと金さだとの不思議な恋話や、以前より、長祖壁氏に内容していた一条氏の一部の、家臣たちの数々の陰謀が絡んでいるともされているが、詳細は不明である。ありがとうございます。